さあ、おっと、出てくるのは、中村ミーダ、同キャラ戦ですね。さあ、立ち系で拾って落とす。まずはランズミリアがダメージ与えてますが、ここはジャンプハイズラー、空投げの漏れたところ引っかかっている。おいしい、ジャンプハイズラーが当たるとね、無条件。あーっと、これキネス、バソさすがに使っていく。今回のミリアというか、次回のアップデートでバーストに対する黄色仕込みがなくなってしまうんですが、まだね、バージョン、このバージョンでは使えます。かなりバーストの使いどころは難しいとは思うんですが、立ち合いから1、2の3とエメラルドレインで1本選手、すげえ流派東方深いみたいなポーズして1本選手。ハーリーを投げて後ろから投げる。2ハイスラー打ち上げてジャンディ P、 ハイスラッシュ、高速落下からの下段卓マイハイ、ジャンディ S、 ハイスラッシュ中段で崩して、しかしここを投げをもらってしまっている。受け身狩りの選択肢か。さあ、ダッシュ投げ。中村さんのミリアの特徴といえばこちらのダッシュ投げですね。早い展開で崩していく。私がこの力を手に入れるために何をしたか知ってる？にわかに真似できると思わないか。ソウル vs ミリア、 Get ready to run。まあ、本当はね、賞状以外にもいろいろ賞を作ろうかなと思ってたんですよね。ベストナイン的なね、なんでもかんでも野球基準で考えるからいろいろ作ろうと思ったんですけど、最優秀直打率とか最優秀空投げ率とかいろいろね出そうと思ったんですけど、もうなんか出さなくても答え分かってるものはいいかなみたいな。帝大会に1回でも出たことのある人の青バースト率とかね。まあ、新人賞はやはり画像くん、新人王今年は画像くんでしょうね。最優秀チャンス率、藤田がやはり持ちさんの数値が飛び抜けてましたからね。最優秀噴火したでしょうは守護神ですね。やはり皆勤賞はなんとジョニオさんだ。画面端、さあ燃えて、これはまずい。バスト DD1D、 さあしっかり DD でジャンプキャンセル、しかも先端もしっかりやってて勝利締め。ハフニール、ハフニールを止める。金 S2 ハイスラ SDS ハイスラッシュ、画面端落として、大きすめは。さあ、ここは S3 機関から攻めていきますが、グーチュダッシュ、ジャンピーが非常に発生が早い。コールバースト溜まる、ヒット数が多いんでね、結構ミリア戦相手バースト溜まるのきついですよね。次回差からどうなるか。ガウレー、ここは殺しきる。ノブソロが一本選手。最優秀トレーニングモードの時間とかね、そういうのもありますからね、スパモ時間。はい、画面足123、はいはいはい、から落として、さあ、ここは立ち消え8000枚に殴っていく。さあ、どこに危険仕込みが仕込んであるか分かりません。前蹴ヒット、まあラウンドも取っているのでこのラウンド無理することはないでしょう。ソル側なんかあがいて当たったらなんとかしていきたいところではあるんですけども、まあ、早めに死ぬことによってメリアガのバーストもたまりませんし、まあ良かったかなという最終ラウンドですね。いきましょう。グランドワイパーが飛んでくる。ヒット数多めなので次の置き詰めあたりでバーストがたまるかもしれないです。コパン連打したがバックス回避からのホルトダッシュ停止投げ、置き詰め確かにヒット、そして前転。さあ、まずゲージを入ったのはミディア、おっとバックステ投げ、ロマンキャンセルの準備モーションで何かジャンプ系がヒットしてしまいましたが、ジャンプ系が怪しい。置き攻めは
ぶっきらを通していく。さあ黄色仕込みっぽいコンボを決めて、しっかり黄色ジャンケルスができない。バーストを勝利に合わせていきます。さあダッシュ2系様子見画面足飛んでは投げていきます。シークレットガーデン強い。デッタングルオキスメガンフレームからマイビーバックステップ強い。2系が誘い立ち合いすら、さあ投げが脳裏によぎりますが、ここはコパンでね暴れを潰していきます。素晴らしい。面倒だから負けたみたいな顔。ソウル vs リリア Get ready to run。さあラムレザルかカイかといったところなんですが、ラムレザルは一般的にはかなりミリアが有利とされていますが、出てくるのはあカイにキャラ替えしたんですか。あ違った。さあいけるでしょうか。ラムレザル今のところ最終ロケデバージョンではどうでしょうね。かなり厳しいと言われているんですけども、何か新しい、ね、伸びる要素が見つかればいいんでしょうけどね。あれニートが勝った。マジかよ、夢でも見てる。さあじゃんけん SD 画面端で落としてハーリー投げて2敗するからジャンペースまで。さあ一本選手やはりつらいか。できるとこあるニート。そこやっちゃうとずれるよね多分ね。終わるまで待ちましょう。はい、さあマイピーダグッとキャンチ込んで助けて拾って、ほいほいほい落として頑張れ頑張れやつも無理だ。シークレットガーデンから中段卓、勝ったのは中村ミラ強い。あと1人となっております。さあ花のアイン世代花のリオン世代、もうどちらでもいい。さあ最近はリオンさんは恋姫もやっているということで、かなり地上戦が強くなっていると思われます。ダッシュホールとバックステップ、ダッシュホールとバックステップってやり始めたら、あ恋姫だと思っていいらしいです。え、恋姫 2on2 出たんですか公式大会。すごいですね。俺もね昔戦国バトラクロスってゲームやってたんですけどね、誰もやんなかったですねしゃあない。ダソダクスプリントシュール、勝利点。これはクライにはなりません。ここでバースト使う。さあコパン振ったが、その外から NS 引っ掛けて画面足落として 2S ヒット、これは見えません。画面端落として、ここはリバサも出ず、一本選手中村ミリア4立てリーチ、強すぎる。ベイパースラスト、さあどうなんでしょうかね。これから、1週間後2週間後には家庭用キャラのシン・レオ・エルフェルトが入っていきます。パワーバランスがどうなるか。レオは結構ねみんなヤバいヤバいって言ってる感じしますね。エルフェルトはもう元からヤバいですからね。さあ立ち合いしたらシークレットガーデン、クジャネ失敗、しかし投げているのはミリア。タチ K から1、2、3、ユーリフレームたくさん画面端。
さあ空対空ジャンピーで落としました。レーパーストラストまで針がないのでちょっと地上戦仕掛けないといけませんが、空中ダッシュのジャンプで先端通してロマンキャンセル、もうゲージは溜まっていた。画面しさあここで中断、一気に決めて勝ったのは中村ミリア4盾です。おめでとうございます。さあ中村さん、これどうするんだよと、やはり五分らしいですね、かなり厳しそうな。さあジャンピーから追いかけていく、針が刺さって、うわー減りすぎ、爆線を捉える、立ち合いすら前へ、はいハンマーは2杯すらで返す、ジャンディから P2 杯すら叩き落とし、総裁総裁、さあ全部光る、さあ裏を取る、あー落としてしまった、ダストタック、なんというハハハハハ、珍しいシーンでしたね。おお2杯差が出ていた、中段ヒット、ここでバーソーを使わざるを得ません。うまいジャンエスカウンターヒットからしっかり落とす、画面足中段早めに重ねて、まあ、ポチョモギンといえども、ね、残り体力が少なく、あそう返していく、バックステップ、次に花も咲く、デジタリス、タッチ系、まあ、一回死に対してタッチ系で拾って、うまい、クーチャッシュ、しかし、受け身がいい、タッチ系連打、無理はしません、最終ラウンドへ。さあ、前ハイ、前ハイと。当たればダウンが取れる技を吹き、おそバーストのガード、七夕さんがいたら喜びそうなバーストでしたね。あいたわいたわ小指やってたこの間あの七夕さんの実況超面白かった、見てたら長い味落として失礼いたしました。あははは、ポチョムキンマスター、ビヨッテ、どうなるどうなる、ギリ、あー世紀のミスです。どうしたんだ、投げられる流れ変わったか、やばい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 、何かが起こった今ねバーストがあったんですよ、バーストがあったんでギリギリまで歩いてゲージを貯めようとしたんですけども、後ろめかしとか出てしまいましたね。いやー、状況重視を選んだんですけども難しい展開でございました。さあ、そして出てくるのはモチーソル、俺のメンテのせいにするのはやめろ、ぶっ殺すぞHeaven or Hell Duel 1-1 Let's rock どう、はい、では、先ほどのジョイかなり、こなしていた2人、マイビーマイハサラ飛んで回避、おーおおマイビー吹っ飛ばしてジャンピービービー、下に待ち構える、足前からガンフレーム、ヒット DDD からの KP ハイスラッシュ、さあリターンさがやばい、しっかり見ている、針の上に陣取って相手の動きに合わせて対空、凄まじい精度、反応がねやばいですよね。黄色キャンセル、触りたい、ここでヒット、エメラルドエインバースト対策に待っていそうです。でこちら今 50% 吐きましたので黄色仕込み、おーっとブリッツブリッツ2回取っていく、さあダッシュ投げに反応していく、はいはい、その2段目リザイス回収したいか、ジャンプがヒット、立ち合いするからタンデム張って針はうまい具合に位置を入れ替える、うわーっとなんで投げてるんだすごいな、
投げ自体には変わんないんだよね、多分ね、発生遅延してようが多分すごいですね。まあ空投げ率 100% 超えてますからね、 300% とか出ましたもんね、前見た時ね。さあ前ハイスラー出して、こちらも前ハイスラー 2K から出し投げ通してタンデム張って大きさめ昇竜拳裏にしっかり出していく。さあ投げ暴れ潰しの2段ジャンプですが、マイピーから足払いガンフレ、足払いからね微妙にリレーをかけてヒーラーキャンセルすることによってね相手の暴れを潰してるように見えますね。 DSD から勝利拳、あれ300だったっけ、なんかそんな感じだった気がするよ。 P ハイスラッシュ置き攻めは 2K 刻んでガード走って触りに行く、マイケが持続ヒット、タッチ系決まってダウン押し、勝ったらもっちそれしっかり止めていきます。さあ参ります、梅茶ラムレドル対中村ミリア。あはははは、割り潰しになった、投げていく画面欲しい、大きさめは中下どっちかな、足回ガード さあ口出しを通していく、2敗するから針投げて画面足、さあこれ下段投げを意識しすぎてしまったが下段が通ってしまう、チャンディーから大き攻め行きたい、チャンケ空調手投げて、さあやはり投げたいか投げれない、削って削って一本選手。なんだ開幕足まで出なかったな、出たジャンパイズラ、これが強いスーパーディバインブレードですからね。さあ空だ中段で崩して123123、ほいほいほい、はいほいはいはいほい、あーやばいやばい、置き攻め10ありますありますよこれ、バラを使いますがデッドアングルで回避、バックステしたところに花が咲きます。さあ強気に走ってバットムーン、さあバースト使いづらいなこれ、2敗すらおっとな、ロマンキャンできなかったか、ダッシュ投げは通さない、返していく、バチャか、本当に感情がないものの攻撃ならば、はい、出てくるな、ロイソル、いやロイソルじゃないです、ノブソル、ごめんなさい。さあ落として、ここでダウンバーストにはなっている、針を投げて足元に刺されます、エンスタンデムから画面端、エースハイスラッシュ落として 2K からの空中ラッシュ、速い展開で攻めていく、さあちょっとソルガーゲージがない、しかし攻めまくっていたミリアもゲージが回収しております。受け身狩りのタッチピーから画面端落としてタンデム着手下段は立っている、立っちゃダメだよ、しゃがんでいる、2敗するから SD まで素晴らしい一本選手。さあここは美味しい、開幕ファフニールで押しまくって対空で立ち消え体力半分ゲット、
まあ、体力バー的な表記でさ、まあ、160ぐらい減ってるんじゃないでしょうかね。このゲームはダメージ200以上与えた時のみ専用ボイスが鳴るんで、鳴るじゃん、鳴っちゃおかしいな、専用ボイスを喋りますので、だいつ一つの目安になりますね。だいたいチップ食らうと相手特殊セリフ言ってるんで、サーピーハイスラッシュ昇竜拳叩き落とし画面端めっちゃこっち来たけど、足払いが起き上がりに重なります。うわっ、ジャンプハイスラ背中から前方に出ている判定に手を出してしまった一志。さあちょっとまだ試合は荒れていますが、ここで針を刺してからのメディアの置き攻め、もうこっからはまあいつもの流れですね。さあ危険を使って安全に脱出、ロマンキャンセルからどっかでバースト使いたい。勝利拳を打っていく、これ美味しい、ゲージを残した状態で置き攻めに行きます。グーチダッシュ、 SI スラ足払いヒット 2K が割っていく、戻ってくるが相打ち、ああ勝利拳バースト読んだか、このクッションが逃げられない、ダウン追い打ちにバーストしないと死んでしまいます。燃えたい、画面端ガンフレから走でぶっきら黄色直下から立ち消え、さあ削り前系、ここは冷静でした。面倒だから負けたみたい。さあ出てくるのはリオンかい。土曜日結構疲れんな、朝から喋ってっから。さあ空対空落としていく、さあジャンディヒット、これ美味しい。ここでベイパースラストにバースト合わせます。投げ暴れ潰してジャンウェス D ハイスラッシュ落として針投げてシークレットガーデンの有利フレームを稼いでのき攻め。さあここでしのぎます。ただちょっと攻めているわけではないのでゲージが溜まっていないのが回ですね。先ほど耐えられてしまったもののゲージが残っている中村ミディア、ここでバラ発動、ジャンディ S ハイスラッシュ画面端殺しきる。ミディアがいないミディアあのバットマン中スキル食われてるんですよね。足払いから奥攻め、マイケヒット、さあこれはスライドが出なかったか。スプリットシェルからのディッパー画面足、さあチャンス、ジャンケイ崩してもう一度スプリットシェル、ディランドルコールを通してのチャージアタック、前ケイからこれを端にしっしっかり運びます。タンデム張って出たー、ライドザライトニング超強い。さあバックステップからの速い展開のダッシュ投げはタッチ系がヒットを返していきます。さあうまい、円安確認からしっかり3杯すらエリアルへ、円安ディッパーじゃなくてしっかり確認ができれば3ハイスラでエリアルコンボに行けるのはでかいですね。ダウンは取れませんがダメージは取れるのはやはりでかい。おっとここで髪がほどけてしまって、さあどうなる、うわやばいなこの奥攻めリバーサー出せませんねあれね。さあ固めいらっか、ここでダストアタック画面端黄色キャンセルから出したゲーム、どうして勝ったな中村ミラ決勝進出。
レッツロー。さあまずダメージを奪っていくのは中村メディア。さあ針が空対空制して画面端、サイレントホースですね。はいはい、セラリボロは前歩きからのタッチガードしますが、ここは距離が離れたため投げかけにはならず、前 P から構わずコンボへ。さあお互いにバーストを受けましたが、ここでリボルバーの1段目の無敵が相手のケンスを吹っ飛ばして、ジャンディーパフニール。前 P 立ちハイスラからゲージもちょうど溜まりそうですね。さあしかしここはゲージ温存、ガンフレームってもどうせデッドアングルされてしまうだろうということでゲージを残しつつ立ち回っている感じでしょうか。しかしここはジャンス刺さって画面端落として、ここはタンデムに安全にバスを足回りからサードチッタチ系から裏に回るが、ここはもうガードジャンプアイスラ置いてある。ここでバースト使います。あとはここでジャンプアイスラ空対空、押さえつけた形になりました。さあガンダッシュ1ラウンド取っている最近のロイさんは走ります。しかしここはマイピー置いてしっかり前転からコンボ決めていく。さあ助けマイケーからちょっとつなぎを見せてしまったが足払いが伸びてくる。さあ浅田くんタッチくらい見えたが画面端に飛んでいく。さあ空中ダッシュ、キルキャンセル、ブッキラはここはしっかりリターンを取っていきます。中村ミリア、しかしここでバーストリボルバー、今度は2段目マイケイが引っかかりヒット確認からコンボへ空中ダッシュ SD 梅。さあ逃がしません、ダウンを1で殺しきる、素晴らしい。さあここは前に来ると思いきやダストの後転、そして吹っ飛ばして画面端空中投げ、上を見ている。昇竜拳もしっかりバックステップ待っていましたと金エスからフルコンボを決めて画面端。さあブッキラーを通す、まずバーストがここで溜まりますが、これ昇竜拳にしっかり確定バースト合わせていく。さあ先ほど勝負を決めた先出しのジャンプハイスラ発生を早めに出しておくことによって発生がしい DDKDD の昇竜拳落として置き攻めは、おっとキャンセルガンフレーム 2K が出ていました。燃やして勝ったのはロイソル。
Devil. Who dares to enter the maze? Soul Backup, Neo Hero. Soul versus Belial. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! Nuda. Turn up the heat.
comes the daredevil. Who dares to enter the main? Soul Bad Guy, Neo New York. Soul versus Belial. Get ready to... Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! Oi, oi. 好きだね。好きだね。はぁ?邪魔だ。くっ、やっ、うっ、うっ。二分。おい、おい。うわぁ!ちょ、ちょ、やがて。二分。うわぁ!Yeah, let's go.
ぼーっとしてる。面倒だから負けたみたいな顔。お互い目的は別にあるようね。アーケード。Here comes the Daredevil. Who dares to enter the maze? Soul Blacker, Neo Bugo. Soul versus Helium. Get ready to run.Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! So much fun! Sorry. Ultimate to fight back! Here comes the jump! Stop it!手間取るわけにはいかない。
ベイビーだぜ。面倒だから負けた。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? So Vega, Neo Uyo. Soul versus Melia. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock. Vermilion. Oh,
Here comes a daredevil! Who dares to enter the mayhem? Soul Bad Guy, Neo Ugo. Soul versus Melia. Get ready to... Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock!面倒だから負けたみたいな顔。お互い目的は別にあるよ。Here comes
comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul Blackguard, Neo Neo. Soul versus Belial. Heaven or Hell, Duel 1. Let's rock! Thank you.
面倒だから負けたみたいな顔。お互い目的は別にあるよ。Here comes the Daredevil. Who dares to enter the main? Faust. Downtown. Faust versus Belial. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. Duel 2, all or nothing.
Duel 3. Turn up the heat. Sub, sub, sub,
Cookie.
Devil. Who dares to enter the main? Soul Blacker. Neo Neo. Belia versus Soul. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. まだだ。まだだ。おいおい、おりゃ。逃げろ、おりゃ。おいおい、邪魔だ。おりゃ、消えろ。おりゃ、消えろ。邪魔だ。消えろ。消えろ。 右、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 
次はその自慢の髪を引き。ソウ vs アクセル。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Melia Ray. Dragonica Falls. Soul vs Melia.Heaven or hell, duel one. Let's rock. Oh, you're right.
そのやつ。おいおい。ほらほら。ガンプルキー。シェロウズ。おいおい。シェロウ。おりゃカトフ。今。
Melia wins.